佐藤、またエラー。阪神、佐藤輝明内野手が痛い、エラーを連発した。2回ワンアウト1塁。ヤクルト8番、松本尚のサードゴロを捕球できず、ハーフバウンドで難しい当たりも、今季15個目の失策でピンチが広がった。さらにワンアウト1、2塁から9番、サイスニードの3塁前への犠打にダッシュ。1塁への送球がそれ、これが12球団最多となる16個目の失策となった。集中力がないね、今年の神宮はあかんね。それにしてもなんで、サイスニードに苦労しているんだか。典型的な負け試合の展開。今日はもうしょうがないよ。サード下手なんだから、外野に戻そう。やはり佐藤にサードは無理じゃない。佐藤は DH アルパリーグ行くしかないな。とりあえずもう一回、二軍行ってらっしゃい。広島と巨人が潰し合ってる時に、最下位相手に連敗は、もったいないな。どれだけ打ってもこれがあるから、プラマイゼロ。普段は打たないのでマイナス。バッテリングに影響しなければいいけど。しゃあない、その分、打ってもらうしかない。エラーは今に始まったことやない。テルはこのエラーから、またバッティングが悪くなるパターンか。サトテルは昨日もセカンド送球危なかったし、どうせまたすぐやらかすとは思ってた。ここまで下手なのはちょっとな。打撃は好不調が激しいですが、守備はある意味安定していますね。低レベルで。これはあかんやろう。チームの士気に関わるプレイヤーで、チーム自体も各編終了っぽいな。この戦ベスト9に選ばれることはあってもゴールデングラブ賞には一生縁がないやろな。守備は2軍レベルだけど、それ以上に打撃でカバーするしかない。この選手は、